ハローテニスファン、リコです。いやー、愛さん、はい、今日は有明インドアハードコートでのロケですね。ねえ、私にとってはスタテニの撮影、うん、ここで、ね、有明でっていうのは初めてです。愛さん初めてですよね、はいはい。ということで佐久間さん、なんかジャケットなんか着てどうしたんですか？決まっちゃってますけど、うん、またです。またあの団体がやってくれました。やってくれました。やってくれました。あの団体というのは、あの愛さんと伊達公子さんら、はい、あのトップオブトップの方々で作られた、うん、ジャパンウィーメンズテニストップ50クラブ、はい、通称 JWT50 の女子テニス界の未来を作っていくという、はい、プロジェクトの、まあ、今回スタテニコラボ企画ということで、また対談企画で、うん、トップの選手の方々が対談する MC にまた私すごいことですよ。いや去年もやられてましたけど、ね、そうですよ、ね、まあ、そうなんですけど、まあ、去年は、はい、言うて、まあ伊達さんと愛さんの対談で、はい、皆さん緊張するとは思いつつも、まあ、一応伊達さんも愛さんも僕テレビ局員時代に、はい、まあ、かなり長くお仕事をさせていただいて、まあ、局員時代に一緒に海外ロケに行ったり、そうですね、まあ、お食事を一緒にしたりとか、はい、過ごしてる時間がそれなりにあったので、はい、ですが今日はですね、愛さんのほか、ご覧の4名のですねレジェンドプレイヤー、うちですね、小畑さんと長塚さんに関してはですね、私初めまして、土井さんも、スタテニに参加していただいた、まあ、1回のロケ、まあ、愛子さんも2回ということですね若干つながりが薄いというところもあって、その方々をお招きしての対談、はい、なかなか厳しいのではないかと思っておりますよ。いや、僕なんかみたいな感じ出してますけど、去年終わった後、はい、ちょっと俺天才だわって言ってた言ってました言ってた、回せちゃったみたいな回したなんて回したら愛さんとあの伊達さんの後ろついてっただけですから。いや言ってましたよ皆さん、ね、スーッと手に JWT50 トーン、イエーイということで、はい、愛さんよろしくよろしくお願いしま す。ということで、はい、日本女子テニス界の未来を語る対談 JWT50 トークやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、うん、スタテニ初登場になります、元世界ランキング39位の小畑沙織プロと今回はお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということなんですが、はいはい、ちょっと小畑さんと愛さんに対談していっていただく前にですね、はい、改めてですね、この JWT50 Japan Women's Tennis Top 50 Club フルで言ってくれるんだ。 Japan Women's Tennis Top 50 Club を、はい、愛さんから改めてご説明いただけないかなと。はい、ありがとうございます。まあ、我々 JWT50 を立ち上げようっていうきっかけになったのは、伊達さんからまず私に声掛けがあって、だいぶ元気になりつつある女子テニス界なんですけど、本当に立ち上げ当初はもう本当100位から誰もいなくなる時代もありましたし、我々の時代は100位に10人ぐらいいて、でグランドスラムの本戦に10人以上11人ぐらい出た時もあって、すごく華やかだったんですよ。でそれを知ってるだけに、なんか今寂しいな、もっと女子テニスできるはずだよねっていうところで、何か我々、まあ、世界の、まあ、ランクトップ50を経験した、まあ、メンバーがに声をかけて、まずその賛同してもらった人たちで団体を立ち上げて何かやろうっていう、まあ、まだその時は何をっていうのは決まってなかったんですけれども、やろうっていうところからスタートしたんですね。今は11人のメンバーが集まって、でやっぱりみんなトップ50経験者なので、で、まあ、経験はしているものの、いろいろなやり方があって、もう本当10人十色とではないですけど、みんなが違うやり方でそこに到達しているっていう、そういう経験値も踏まえて、じゃあ何ができるんだろうって、みんなでこうメンバーで話し合って、本当長いこと時間をかけたんですけれども、あのウェビナーって言ってこう、ね、こう自分たちの経験だったり知識をお話しすることであってみたり、あとはまあ、大会を作ったりっていう、もういろいろな活動に今トライをしているっていう団体です、はい、はい。ということで、で小畑さんももちろん50位以内を経験した39位というところで、そう、あのちなみに小畑さん、スタテニをご覧になっていただいたことはございますか？はい、あります、もちろん。
ダブルス結構あの、はい、見たりしてます。あ、ありがとうございます。はい、高尾くんは特にあの私地元一緒で小学校、はい、高尾くん小学校1年生ぐらいからずっと一緒に同じクラブでやってたんで、はい。あ、同じクラブだったんですね。もう同じクラブです。もうずっと一緒で。すごいクラブですね。すごいクラブ。お兄ちゃんみたいな感じです。世界のねトップをね生み出すようなそんなクラブですから、はい、北海道。1年生の高尾さんってどんな感じだったんですか。もう本当に変わらないです。もうあのまま今大人になった。あんな小学生がいても嫌だけど、あんな小1がいても嫌だけど。本当にもう本当に変わらないですもう。永遠のお兄ちゃんですもん。ということでまず、JWT50 さんの大きな活動として、はい、まあ、去年あの伊達さんと愛さんの対談でもご紹介したんですけれども JWT50 マッチという企画う、ね、まあ、取り組みがございまして、はいね、はい、大会を作るというところが、うん、JWT50 さんの、まあ、今大きな、まあ、チャレンジというか主な活動の軸になっているということで、はい、まあ、去年も私やっぱ質問したんですけれどもやっぱこれだけトップの選手の方々いたらやっぱそのジュニアをレッスンするとか、うんうんうん、何かその強化合宿をなんかもう全国回って開いていくとか、はい、なんかそういうことをその次世代にってなったらすぐ発想としてなんか考えてしまうんですけれども、はい、なぜこの大会を開くっていう方にその舵を切っていったのかっていうと、はい、をちょっと教えていただきたいです。そうですよね、あの実際にじゃあ何ができるんだろうっていう話し合いの中で、まあ、クリニックもいいんじゃないか、オンコートでの指導だったり、まあ、マインドセットだったりっていう、うん、そういったこういう考え方だったりっていうことをこうレッスンをしながらやっていくのもいいんじゃないかっていう案ももちろん出ました。なんですけれどもあの実はこのトップ50の、メンバーの中に現在、まあ、あの個人的なコーチングをしている、うん、まあ、ツアーコーチがあのヨネさん、アイポンが、まあ、主力メンバーとしている中で特に当時その2人があのコロナ禍もあってやっぱり大会がなくなっちゃったって、うん、特に、まあ、一番、まあ、グランドスラムが上ですけれどもそのグランドスラムに出るためには世界100位ぐらいに入んなきゃいけないんですけれどもその世界ランキングを得るための一番最初のスタートの、まあ、1万5000ドルといって総額1万5000ドルの大会、ここが日本になかったんですよ当時は。若い選手が、まあ、世界目指したい第一歩をスタートしたいって言った時にその大会がなければそのポイントやランキングがない中で海外に挑戦しなきゃいけないってなると出れるか出れないかもわからない、でそこに、まあ、何十万という経費がかかってしまうっていうこともあるとこれはなかなかやっぱり一歩目が生み出せないよねっていうことでやっぱり日本で国内でそれほど経費を抑えながらポイントやランキングが取れたら、まあ、世界に目が向くんじゃないかしらということで、まあ、1年目ですよね2023ですけれども、6大会作りましてその中でも3大会大東健拓オープンという、まあ、大きなスポンサーさんがついて、まあ、無事に開催できたということもすごく我々にとっても自信になりましたし本当にいい時間でしたね、うん、上のグレードの大会は、まあ、やっぱりテニスというスポーツの特性上やっぱり外にどん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 回っていく、うんっていう風でも、まあ、得られるっていうところも考えるとやっぱり最初の一歩が一番重要っていうことなんですかね。そうですよね、はい、やっぱり、ね、グランドスラムが一番上ですけどそのまあ下の WTA ツアーにしてもねまあ日本でも、まあ、東レ PPO があったりあとは、まあ、チャレンジャーでちょっと、一番下のよりもうちょっと上の大会はいくつかあったんですけどやっぱりその一番下がないことにはねスタートできないっていうそこがやはりまあ、世界を目指そうっていうきっかけにもなかなか結びつかないのでもしそこで出ててあこういうところなんだってランキングポイントやランキングが得られたらあ挑戦してみようかなっていうジュニアや若手が出てきてほしいっていう気持ちが我々 JWT50 のメンバーのこう考えだったんですよね。そこの意義っていうのは大きいと思うんですよね、うん、ということで去年1年活動されてきてというところで2024年も引き続きというところで今回、はい、あの対談企画やコラボシリーズ作っているんですが、はい、去年あの4会場6大会開催されて、はい、で小畑さんが、うち3大会で、トーナメントディレクターを務められてというところで、はい、実際トーナメントディレクターって選手の方もなかなかやる機会ってあるものではないですよね。ないですね。はい、どうだった？いや本当にどうでしたっていう。いやあのそうですね。最初やるってなった時には大会に出る側だったのでこう運営っていう方
ことに全く本当に携わったことがなかったので、どうしていいのかわからなかったんですけど、でも実際こう大会が始まってみると、やっぱりこう選手だった時を思い出して、選手がどういうあのことに困っているかとか、やっぱり選手なりに気持ちは分かるので、そこはサポートしてあげたいなって思いましたし、であとましてやあの私地元の札幌で大会を開催できたの で、ね、であの本当に幼稚園から同じ会場でこう私も試合してた場所だったので、なんかすごく地元感があったので、なんか余計にこういろいろしてあげたいなっていう気持ちが生まれて、意外と楽しく3週間、はい、いや3大会ですからね。実際にトーナメントディレクターのお仕事っていうと、いわゆるその、まあ、全部って言えば全部だと思うんですけ ど、 どなんか OP だとかそのスケジュールコントロールだとか、まあ、あとファシリティの話とか、うん、どの辺が一番なんか難しさというか時間を使うところなんでしょうか。まあ、でも OP は、スーパーバイザーの方が ITF から、はい、ITF からのスーパーバイザーが、はい、オフィシャルの方が作ったりするんですけれども、はい、トーナメントディレクターとしてはワイルドカードを決めるっていうのが一番メインの大きな仕事で、まあ、練習コートをこうどういうふうにしていくかとか、まあ、選手がいかにこう快適に過ごせるかっていうのとか、本当にさっき沙織ちゃんが言ったように、はい、自分だったらこうして欲しかったなっていうようなこう思っていたことを先にこうしてあげようって思えたので、そういう意味ではすごくできてよかったかなって思います。一方で去年あの伊達さんと愛さんから聞いたお話の中で、うん、いわゆる1万5000ドルの大会っていうのはあまり快適すぎても、そのいわゆる海外に回った時のカルチャーショックを受けてしまったりだとか、うんうんうん、上げすぎるのもなんか良くないんじゃないかみたいな、なんか件が去年の5月ぐらいであったんですけど、ね、はい、その辺は実際やられてみて、でも難しいですよ、やっぱりあの選手してあげたいって思いがあるのに、ね、環境をなんか、はい、あえて悪く持っていくことも難しいですよね。確かに確かに、もうでも本当に私が始めた時は国内で大会が少なかったので、やっぱりそれこそ海外行ってポイントを稼ぐっていう形で、もう本当にとんでもない場所に行ってたので、なんかそういう経験も必要ではあるけれど、でもそこまでしなくてもいいのかなっていう思いもあったので、なるべくこう、まあ、快適すぎるほどはやってませんけど、ね、でも困らない程度にしっかりとサポートはしてあげたいなっていうことがあったので、そこはちょっと気をつけてやりました。そうですね、快適っていうか、ここにずっといたいな空気感はもちろん持たないように、うん、あの会場の雰囲気もそうですし、はい、でも去年の北海道めちゃくちゃ暑かったんですよ。あ、それはね、ちょっと、まあ、すごかったですね、誤算だったけどねこんなに涼しくないの北海道みたいな夏だったので、本当に7月ですね、そう7月8月かなんですけど、クーラーがついてないところで泊まるっていうこともあったので、はい、そこはスタッフがあのファンを買ってきてあげたりとか、はい、そういう、うん、まあ、睡眠も大事なので、うん、そういう休養したり睡眠したりっていうのはあのしっかりとできるような環境は整えてあげるけども、うん、まあ、贅沢はさせないっていうか、うん、もう早くここは通過点なんだっていう雰囲気はやっぱ醸し出すっていうのは大事かなというふうに思いますね。あとは、まあ、我々も、まあ、TD として会場にいるのでね、そういう意味ではあのたくさん試合を見て、うん、でどん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 こう選手たちがこう試合の感想とか、まあ、反省会をしに来てくれるっていうのが一番大きいところかなと思いますね、うんうんうん、実際にあの去年あの上位に進出した選手で大きくランキングを上げた選手っていると思うんですけれども、はい、いますね、注目している選手とかいらっしゃいます、はい、そうですね、まあ、本当に大阪大会とかから出てる伊藤葵ちゃんなんかは本当にこう、まあ、国内大会たくさん出てる選手ですけれども、今もう200位台に行って、うん、あともうちょっとでグランドスラム予選に出られるっていうところまで、この1年でそれだけランキングを上げたっていうのは素晴らしいですし、川口夏実選手だったり倉持選手だったり、あとは、清水彩乃選手だったり、深田莉子ちゃんも、まあ、ジュニア でしたけども、そこから、まあ、我々の大会に出てで、まあ、ポイントを重ねて、でついこの間ですよね、クラルール で、まあ、行こうっていう気持ちになってくれた一号、海外もうポイントがあるので絶対出られるので、もう本当理想系ですよね我々のね。でそのポイントを取ることによって世界ランクつきましたって、うん、我々のこの JWT50 の方の団体にも連絡をくれたので、うん、
これが我々のやりたかったことだよっていう、もう本当まさにね、結果を出してくれて、あの体現してくれた選手ですよね。確かに北川さんもあのジュニアとシニアを今両方出ている、ね、はい、全豪ジュニアも出ていらっしゃいますし、はいはい、オーストラリアンオープンジュニアも出ましたけども、それも日本のね、こう国内予選があるっていうところにもちゃんと着目して出場して、出場権得て、でまあ海外でのグランドスラムのジュニアの経験をこうそこで積むっていうことも、まあもう世界にこう目がいってるからこそアンテナが張れることだと思うし、それが本当にこう JWT50 が作った大会きっかけになったら、本当にそういう選手が増えてきてねくれたら嬉しいよね。実際やっぱり現場でそのワイドカード選手権の戦いを見ていて、尾本さんいかがでしたか？そうですね、やっぱりこうワイドカードを上げることはできますけど、でもやっぱりそこにはしっかりとこう実力で掴み取ってほしいっていう気持ちがあったので、やっぱりそこをしっかりと選手たちが理解して自分たちで掴み取るように本当に気合い入れて試合をやってくれましたし、だからこう見ててすごく楽しかったです。で、まあ、札幌に関しては3週間あるので、1週目より2週目、2週目より3週目でどん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 みんな実力をつけていって、こう調子を上げていく姿もこう生で見ることができたので、すごく応援したくなりました。もうみんなに上げたいぐらいな気持ちで最後はもう本当に我々との距離感もすごく縮まったので、はい、最初はこうちょっと恐る恐る壁がありましたね。そうそうそう、だからなんか試合終わってもどうしようみたいな感じで、でまあちょっとこう促しがあって我々のこうところに来てた選手もいたんですけど、うん、最後の方はもう自らどうでしたか、ね、そうそうそう、ね、くれた、でどうだったっていうと自分の意見もちゃんと言って、うん、で、あ、そうだったんだね、じゃあこういうふうにやったらもっと良かったかもねとか、うん、そのやるべきことがまた、うん、課題として見つかったりとか、そのプロセスがその時間になったから、はい、すごくなんだろう、我々も楽しかったよね、はい、大変だと思うんですよ。単純にワイドカード選手権やるだけで、本戦があって予選があって、さらにその下があってっていう立ちだと、なんかドローがバイバイゲームみたいな、うん、だからこう週末ちょっと少なくなるっていう時にまたやるので、はい、ワイドカード選手権、はい、そんなに少なくならなかったり、はいはい、運営側からすると大会もう一個増やしてるぐらいだと思うんですけど、ね、はい、お話聞いてるやっぱりそこが、まあ、やっぱりジュニア選手だったりとか、この次世代にっていうところを向けてる JWT50 のその活動がやっぱかなり色濃く出たのかなっていうふうに。そうですね、そこが本当に、まあ、メインじゃないですけども、まあ、ジュニアや若手にチャンスを与えてあげたいっていう、はいはい、で我々のこう持っているワイルドカードをやっぱりそういった若手選手、ジュニア選手にフルに使いたいという気持ちがあるからこそ、その大会を作った意義というものがありますし、で実際にそこでランカーが生まれたというのがすごく嬉しいですし、であとはやっぱりそのただただポイントを取らせる、ランキングを取らせるだけじゃなくて、やっぱり世界に目を向ける、でそのためにはじゃあ今自分が何しなきゃいけないかっていう、そこのなんかやっぱり日々のね生活が、まあ、3週間一緒だと見れるっていうのも大きいよね、はい、まあ、結構やっぱり大会期間中ずっと張り付いているので、はい、TD っていうのは、うん、そこのこうただただ試合を見るだけじゃなくて、うん、練習だったり、その練習に入る前の、まあ、ウォームアップだったり、うん、過ごし方も見れたのも大きかったですよね、はい、大東健拓さんの大東健拓オープンで TD 賞という、はいはい、トーナメントディレクターが独自に選んで、まあ、いわゆるちょっと賞金ですかね、はい、まあ、サポート費用を与えるよう なんかいいヘアネット賞とか、はい、そういったものをご用意されてましたけれども、あれもやっぱりかなり大会の特色ではありましたね。そうですね、はい、特徴としてはそこはやっぱり他 の, 大会とは違くて、うん、まあ、成績がいいとかではなくて、うん、まあ、TD がこの選手のこの将来性だったりテニスが好きだったり、あとはオフコートでのこの姿勢がいいとか何でもいいんですよね、うん、トーナメントディレクターがこの子に賞をあげたいっていう子を独断と偏見で選ぶっていう、で、まあ、サポートしたい、うん、で、まあ、実際にルーム賞、イーヘアネット賞お金も出ますので、うん、まあ、遠征費のプラスアルファにしてっていうことで、うん、ありがとうございますって、本当に今やっぱりスタートのところってお金がかかるので、まあ、そこをどれだけ自己投資できるかっていうところも大きいので、うん、そこをねプラスアルファに使ってほしいっていう気持ちが大きいですし、それをねまず出してくださる大東健拓さんに感謝感謝でございます。
素人発想からすると、これ大会のグレードが高い方がスポンサードって得やすいのかなっていうふうに思って、で、うんうん、やっぱりそのいわゆるそのステップアップツアーの立ち位置にあるその1万5000ドルは、まあ、当然ながら元々のスター選手が出場する可能性もないわけですし、まあ、選手 の, その知名度によって何か大会が盛り上がるだとか、うんまあ、いわゆるその 地上波テレビがガッと来て中継されるみたいなことが、うん、まずないっていうグレードなんですけど、うん、ですけどこういったツアーをできるあのところまでその JWT50 とその大東健拓さんが同じその方向向けたというか目線があったところっていうのはどこになるんですか？いやもう本当にそれは感謝感謝なんですけれども、うん、まずはあの大東健拓さんがこう創立50周年っていう、はいまあ、節目の年に、まあ、JWT50 の活動がスタートして、はい、この50っていうところのまあ、数字の合致っていうのももちろんあったんですけれども、もともと大東健拓さんのチーム大東、まあ、支援アスリートのこう支援プロジェクトっていうのがあの創業40周年の時からもうかなり力を入れてやられていて、今もこの大会の他にも3団体とプラス50名のアスリートに支援をしてるっていうそういうまあベースがあるんですけれども、まあ、本当に若手のアスリートを応援したいっていうあの企業のその熱い思いがこの3大会そして今年は4大会にあの結びついてお金を出していただけることになったので、もう本当にこれがなかったら私たちはできないので、そういう意味ではね私たちの活動を全面的にバックアップしてくださっているっていうのがあって、あの熱い思いでまあ我々も活動できているって感じです。レジェンドの方々がまあ一種が張り付くっていうところで、僕もあの大阪大会見させていただいて、あと北海道海外とかいろんなインスタグラム見るとそのスポンサーさんに向けてクリニックをしたりとか、はい、ジュニアに向けてクリニックをしたりだとか、やっぱりその元選手元トッププロだからこそなんかできた大会の取り組みっていうのもあったなっていうふうに感じるんですけど、そうですね、はい、あの本当にこう、まあ、私は地元だったので、はい、特にあの子どもの頃にはあのこうプロの大会って本当になくて目にしたこともなかったんですが、今回この大会を通してやっぱりプロのテニスを生で見てもらいたいっていう気持ちがあったので、地域の子どもたちにテニスクリニックをあの開催したり、あとはスポンサーさんの皆さんと一緒にテニスをクリニックしてあの一緒に楽しんであのやることもできたり、本当にすごくいい経験だったと思います。で実際あの地域の子どもたちにテニスを教えてあげたことによってなんかこう世界のテニスを触れてすごく私もここでやってみたいっていう言葉をすごくもらえたので、やっぱりそういう意味でも大会を開いた意味があったなってすごく思います。クリニックとかも、はい、大体行っても、まあ、1人じゃないですか、はい、クリニック、はい、でもトップフィッシーが3人4人いるんですよ。なんかあんまりこの光景ないなっていうのは立ってて思いました、はいはい、みんながいるっていうのが、はい、我々は大阪のジュニアクリニック去年取材させてもらいましたけど、あのどこ取っていいのかよく分かんないあれってそうなんですよ、そうですちょっと台数が1人に1台ずつつけないとちょっと追い切れないみたいな、すごくなんかあの結果的にその大会を開くっていうところにとどまらない開き方をされてるなっていう思っていて、実際に開いて TD も務められるっていうことで、実際にはジュニアの育成機会だったりその地域地域でそれこそ北海道だとか、うん、それこそ福井だとか富山とか、はい、やっぱりその東京大阪じゃないところでも愛さんはじめ、はい、あのトップ50の方々が実際に、まあ、レッスンというかクリニックができたっていうところも、うん、なんかすごく素晴らしい活動だったのかなっていう、いや大きかったですよね。で特に、まあ、ワイルドカード選手権もあるのでコートの面数はすごく必要なので、そのコート選び、はい、会場選びも、まあ、そうやっていろいろ限りがあるので選んでる中でも、はい、まあ、福井なんかはたくさんあって、はい、で実際に地元の子も応援してきてくれて、はい、で、まあ、あの初めての国際大会だったので、まあ、その1週間で3000人見に来てくださったんですよ、はい、そんな1万5000ドルあるみたいなそうですね、びっくりしました。3000人はそうなかなかですよね。1週間で3000人で、はいはい、まあ、土曜日だったかな900人、はい、まあ、あの地元出身の林さん選手がダブルス勝ってくれてたっていうのも大きいんですけど、だからそこはちょっとね、あの一号ならぬこう、はい、なんていうか、はい、恵まれた環境になりましたけども、はい、でもそうやって子どもたちが見に来てくれて、あ、将来ここで出たいって思う子が増えるのはありがたい、うんうん、ということで皆さん
お部屋探しはいい部屋ネットでということで、対談第1弾終了していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。